それでは早速始めていきましょう。皆さん今日はご参加いただきありがとうございます。今日ですね、オンラインセミナー第95回ということで、データラングリングのゴールデンルールについて紹介をさせていただきます。で、私、エクスプローラティでカスタマーサクセスを担当している城戸と申します。普段は日本のお客様を対象としてエクスプローラティの活用の支援だったり、コンテンツの発信をしております。で、私たちエクスプローラティについても簡単に紹介させていただきたいんですけども、私たちエクスプローラティのビジョンとしては、誰もがデータをもとにより良い意思決定ができるっていうのをビジョンとして掲げています。で、そのためにですね、データサイエンスの民主化っていうのをミッションとしていて、皆さんもご存知のように、エクスプローラティというですね、データサイエンスを簡単に UI として実行できるツールと、あとはですね、こういったセミナーだったりトレーニング活動としてデータサイエンスを民主化するためにですね、日々活動をしております。で、データサイエンスというとですね、ワークフローというものがありまして、まあ、最初にですね、何か質問から始まるかと思います。例えば、売上を上げたいなどといった質問があった際には、それにまつわるですね、データにアクセスをしていくと。で、データが取得できたら可視化だったり、アナリティクスをしていきたいところなんですけども、大抵の場合、データがきれいに整えられていないことから、データラングリングといわれるデータの下降整形というのが必要になってきます。で、それでようやくデータがきれいになったら可視化をしたりだとか、もしくはアナリティクスを使ってですね、データに隠されているインサイトだったりパターンっていうのをですね、見つけ出していくと。で、それでようやくインサイトが分かったら、最終的にですね、誰かに伝えていかなければ意思決定ができないっていうので、この伝えるっていうのも非常に重要なものとなっています。で、エクスプローラトリーでは、これらの5つのタスクっていうのをモダンでシンプルな UI を通して簡単に実行できるようになっています。で、今回ですね、データラングリングのゴールデンルールということで、このデータラングリングについてですね、メインでお話ししていくことになるんですけども、その際にですね、可視化だってアナリティクスのためにですね、どういうデータを作っていくべきなのかというところもですね、合わせて紹介をさせていただきます。では、ここからですね、実際にオンラインセミナーの方入っていくんですが、今回データラングリングのゴールデンルールについてお話をしていきます。で、アジェンダとしてはですね、このようになっております。まずはそもそもデータラングリングってどういうタイプがあるのかっていうところで先ご紹介いたします。で、そもそものデータラングリングのラングリングって何なのかっていうとですね、もともとは牛だったり馬を飼いならすっていう意味でですね、このラングリングっていう言葉が使われていたんですけども、それをデータに当てはめていくと、データをですね、飼いならす。つまりはデータを自由自在に扱っていくことになります。で、より具体的にはデータラングリングとは、データをきれいにしたり、様々な質問に答えるために、データを整形、加工したりすることを表します。で、どんなデータでもですね、まずはデータをきれいに整えていく必要があると。例えば、こういった、表記揺れがあるようなですね、汚いデータがあった場合には、そういった表記揺れを統一して、きれいにデータを整えていくということがですね、必要となってくると。で、データラングリング、こちら勘違いしてしまうことがあるんですけど、ただ単純にデータをきれいにするだけではありません。このデータラングリングっていうのはですね、きれいなデータがあった際に、それに対応してですね、チャットだったりアナリティクス、そして計算をしたりしていくんですけども、そのきれいなデータから、このチャットに合わせてですね、データを整えてあげて、もしくはアナリティクス、計算のためにデータを整えていくっていう作業が必要になってきます。そのため、今回ですね、この4つにフォーカスをした形で紹介していきます。まずはデータの前処理について、そしてチャート、アナリティクス、計算のために必要なデータについて紹介をしていくと。そのため、今回本日のゴールというところで、データの前処理やチャート、アナリティクス、さらには計算をしていく上で必要となるデータラングリングの手法をですね、知っていただいて、目的に合わせてデータラングリングを柔軟に行えるようになるというのをですね、本日のゴールとして設定をさせていただきます。じゃあですね、次に、前処理のためのデータラングリングっていうところを見ていきましょう。で、データの前処理でよくある問題、こちら3つピックアップさせていただいたんですけども、1つ目がデータタイプが適切でないっていうものがあります。で、今回ですね、サンプルとして売上データっていうのを使っていきます。このデータ、1行が1注文のようなデータとなっていまして、別にですね、注文があった日だったり、もしくは顧客の ID、売上などがデータとしてあります。で、今回このデータを使って月ごとの注文数の推移を可視化をしたいとしましょう。で、そうした際にですね、この注文日といった列がですね、文字列型キャラクターというデータタイプになっていると。で、この文字列型のデータの状態だとですね、この日付の単位っていうのを変えることができないので、月単位でしか可視化することができません。で、この文字列型の場合だと、もともとですね、このデータの単位に合わせて可視化がされてしまうことになっちゃうので、このデータタイプっていうのを日付型に変えてあげたとしましょう。
で、そうしてあげると、この日付の単位を柔軟に変えていくことができまして、例えば今回やりたいような月だったり、もしくは週、そして日などといった単位ですね、変えていくことができます。じゃあこの注文日といった列のですね、データタイプを文字列型から日付型に変換をしたいと。で、そうした際にですね、日付型に変換するときに、元のデータの年、月、日の並び順が重要になってきます。で、この日付型の場合はですね、このイヤー、マンスで、この年、月、日が重要になってきますし、もしくはですね、日付、時間型というですね、ポジック CT というデータタイプがあるんですが、その場合は、この時、分、秒を表す、アワー、ミート、セカンドというものも重要になってくると。これがですね、日付だった日付時間型をにする際の構成要素となっています。じゃあ、この日付のフォーマットというとですね、こういった年月日の場合であれば YMD だったり、年月日時分秒の場合であれば YMDHMS といったフォーマットになっていると。で、元のデータが年月日の順番であれば、ヤーマンスデーということになりますので、YMT といった関数があります。で、それを使うことでデータタイプをですね、キャラクター型からデート型に変換することができます。で、もしですね、データが月、日、年の順番なのであれば、MDY といった関数を使うことで日付型に変換することができます。で、この YMD 関数だったり MDY 関数のいいこととしてはですね、元の文字列の並び順に適した関数を選んでいればですね、それぞれの間に文字列は関係なくですね、日付型に変換が可能です。例えば、このハイフンでこの年月が区切られていたり、もしくはスラッシュだったとしても、そしてさらにはですね、文字列が間に入っていたとしても、並び順のみが、並び順がですね、一致しているのであれば、しっかりとですね、日付型に変えていくことができます。でもしですね、元のデータに時間の情報があるのであれば、この YMDHMS といった関数を使ってですね、データタイプをキャラクターからですね、日付時間の表すポジック CT というデータタイプに変えることができますと。じゃあ今回のデータでもですね、日付型に変えていきましょう。今回この注文日、キャラクター型になってしまっていますが、この年月の順番はですね、しっかりと2019年11月12日といった形で、これはですね、年月の順番になっていますと。じゃあこれをですね、データタイプ変えていくときはですね、この列ヘッダーメニューのところからデータタイプを変換というのを選んでいきます。で、その時にこのデートポジック CT タイプへ変換というところで、今回の場合年月日なんでイヤーマンスデーといったですね、対応するものを選んでいけばよいと。じゃあこのイヤーマンスデーを選んでいきます。で、そうすると計算を作成といったダイヤルが表示されまして、この計算エディターのところには先ほど紹介した YMD といった関数が指定されています。じゃあこの状態で実行していきましょう。そうすることで、この注文日、キャラクター型、文字列型だったんですが、このデートといった日付型に変換することができました。あとはですね、これでチャートを可視化していくことが可能です。チャートビューの方に行きまして、今回の場合、このタイプの方には時系列の推移っていうのを可視化をしていきたいので、ラインチャートっていうのを選んでいきましょう。で、X 軸に対してこの注文日割り当てていくと、デフォルトではですね、この丸目処理の年っていうのが選ばれているので、年単位でですね、今日の数っていうのは可視化されています。で、この日付型のいいポイントとしては、先ほども紹介したように、この単位を変えていくことが可能なので、今回やりたかったように丸目処理の月っていうのを選んでいくと、この月ごとのですね、注文数の推移っていうのを可視化することができるようになりました。こういった形でですね、データタイプを適切なものを選んであげると、チャットの方で先可視化をして、いく際にですね、非常に便利に、非常にですね、可視化しやすくなったりしますと。じゃあもう一つデータタイプの方で見ていきたいものがあります。で、今回データの中にですね、製品サブカテゴリーといったデータがありますので、その製品サブカテゴリーごとに売上の平均値っていうのを比べていきたいです。ただですね、今回この売上だったり、それ以外のダイレクトメール費用、オンライン広告費用の列がですね、またこれも文字列型になってしまっていると。ただ本来であれば、こういった売上だったりダイレクトメール費用などはですね、数値型を表すはずなんですけども、なぜキャラクター型になってしまうのかっていうとですね、この数値の前にですね、ダラーマークがついてしまっているがためにキャラクター型になってしまっていると。で、こういった文字列型の列っていうのはですね、Y 軸に割り当てたとしても、文字列の平均値っていうのを集計することはできないので、それぞれの製品サブカテゴリーごとに売上の平均値を比べることはできません。なので、これらの売上だったり、ダイレクトメール費用などをですね、文字列型から数字型に変換をしていきたいと。じゃあ、こちら、実践やってみましょう。
この売上だったり、そしてダイレクトメール費用、オンライン広告費用ですね。一気に今回の場合は数値が展開していきたいです。で、Mac の場合であれば、コマンドキーを押しながら複数選択が可能です。で、Windows の場合であれば、コントロールキーを押しながら複数選択ができるようになっています。で、複数選択ができましたら、このどれかの列ヘッダー名のところから、データタイプを変換の数値タイプへ変換っていうのを選んでいきましょう。で、これで押すとですね、先ほどとは、変わりまして、計算を作成の複数の列っていうダイヤルが表示されていきます。で、どういう処理を行うかっていうと、データタイプを数値に変換するっていう処理になっていますので、このまま実行していきましょう。で、そうすると、この売上だったりダイレクトメール費用のですね、ダラーマークの方がですね、消えまして、その上でデータタイプを数値型に変えることができるようになっています。あとはですね、この先ほどのサブカテゴリーごとの売上の平均値、作成したい場合には、チャートビューの方に行って、タイプにバーチャートを今回は選んでいきましょう。で、X 軸にこの製品のサブカテゴリー。で、Y 軸に対してこの売上ですね、平均値っていうのを選ぶことができるようになっております。あとは、これでチャートとしては可視化することができたんですが、比べたいときはですね、相当してあげた方が、どの製品サブカテゴリーで高いのか低いのかっていうのをですね、比べやすくなりますので、こういった形でですね、可視化をすることができました。そのため、こういった、もともとはですね、文字列型だったとしても、本来であれば数値型のデータであるものに関してはですね、データタイプを数値型に変換するっていう処理をですね、していただけたらと思います。では次に、データの前処理でよくある問題として、他のデータフレームに必要な情報があるというところをですね、紹介をしていきます。例えば、このデータを使ってですね、マーケットごとに売上推移っていうのをですね、可視化をしたいとしましょう。で、しかしですね、この売上データの中にはですね、顧客のマーケット情報を持つ列が存在しないと。そうすると、このデータ単体を使ってですね、マーケットごとの売上推移を可視化することはできません。ただですね、売上データとは別に顧客属性のデータがあって、この中にその顧客がどのマーケットなのかっていうのを表すマーケット情報を含む列が存在していると。じゃあですね、この元の売上データに対して顧客 ID っていうのがですね、すでに顧客を識別する、値の列となっていますので、顧客 ID をキーとして売上データに、この顧客属性データっていうのを列結合してあげればよいと。じゃあこちらも実際にやってみましょう。元々はですね、この売上データっていうのを使っているんですけど、このデータの中にマーケットという列がないので、この顧客属性データの方を見てみましょう。そうすると、この顧客属性データの方にはマーケットを含む列が存在していますので、この顧客 ID っていうのはですね、キーとして売上データの方に、このマーケットの情報を含む列をですね、追加をしていきましょう。その場合はですね、この顧客 ID の列ヘッダーメニューのところから、結合っていうのを選んでいきます。で、結合を選ぶとですね、この結合のダイアログというものが表示されまして、結合先のデータフレームに対して、この顧客属性データというのを選んでいきましょう。この顧客属性データを選ぶことでですね、この元とキーとして設定されていた顧客 ID で紐付けることができるようになっています。じゃあ、この状態でですね、実行をしていくとですね、それぞれの注文に対して、その顧客の属性情報というのをですね、列として追加することができました。で、今回使いたかったですね、このマーケットの列もですね、追加されていることが確認できます。で、こういった結合した際にはですね、このデータに紐づく、データフレームっていうのはですね、データフレームの方が太文字でハイライトされることになっています。じゃあ、これで結合ができたのであれば、先ほどのようにですね、マーケットの売上推移っていうのを可視化することができるようになっていると。タイプの方にラインチャートを選んで、X 軸に注文日を選んでいきます。で、今回は月単位で可視化をしたいので、日付の単位は月を。で、Y 軸の方には売上を可視化していきたいので、売上の合計値を可視化をしていきましょう。で、これだけだと、マーケットとか特に関係ないですね、全体の売上の推移が可視化されていることになるんですが、この色グループ化のところにですね、先ほど追加してあげたマーケットっていうのを選択してあげることで、これでマーケットごとのですね、売上の推移っていうのを可視化できるようになりました。こういった形でですね、このデータにはないけども、他のデータにその、使いたい列があるっていう場合にはですね、今回紹介したように、この結合っていうのを使っていただくと、他のデータと結合した上でですね、新たな視点からですね、データを可視化していくことができるようになるかと思います。じゃあ次にですね、こちらがですね、文字列の表記揺れがあるというところなんですけども、これらのですね、文字が主体となったデータのことをですね、テキストデータと言います。で、エクスプローラーというでは、このデータタイプはキャラクター型として表されていると。
で、よくある問題としてですね、半角と全角が混在していたりだとか、もしくはですね、表記が異なるっていうのがですね、よくあるかと思います。で、この表記がですね、違うだけで別々の値として扱われてしまうので、集計だったりチャートで可視化をした際に間違った結果につながってしまうこともあります。例えばこれらのソフトバンク、キャピタルだったり、コープだったり、グループといったものがありますが、同じソフトバンクなんですけども、ちょっと表記が異なるだけで別々の値として扱われてしまっていると。で、同じ意味を表す値っていうのはですね、同じ文字として整える必要があります。これを行うのがテキストデータの加工です。この例で言うと、ソフトバンク、グループ、コープ、キャピタルっていうのをですね、同じソフトバンクにまとめて整えてあげると。で、このテキストデータの加工、文法というものがありまして、4つのタイプがあります。1つ目が削除というのは、先ほど紹介したようにグループ、コープ、キャピタルみたいなのを削除してソフトバンクにまとめてあげるというのが文字列の削除となっています。で、次に文字列の置換というものでは、こういったフィンテックだったりエドテックというものがあった際に、このテックっていうのをテクノロジーに置き換えてあげるというのが文字列の置換となっています。で、次に文字列の抽出っていう方では、この文字列の中からテックっていう文字を抽出したいっていう場合にはですね、この該当するテックっていう部分だけを抽出して、該当しないものはですね、欠損値にするみたいなことは文字列を抽出として行うことができます。で、最後ですね、文字列の変換っていうもので、例えば今回の場合であれば、これ全て小文字なんですけども、先頭の文字を大文字にしたいときっていうのはですね、こういうのをタイトルケースを言ったりするんですけども、この大文字小文字っていうのはですね、統一したりすることができるのが、こういった文字列の変換となっています。で、これらのですね、テキストデータの加工については、センターメニューのテキストデータの加工というところからですね、この4つのタイプ、そしてそれ以外のものもですね、実行していくことが可能です。ではですね、今回はこのユニコーン企業のデータっていうのを使って、このテキストデータの加工について紹介をしていきます。例えばなんですけども、このデータは企業ごとで、なおかつ投資家ごとに選挙が分かれているようなデータとなっています。で、今回このソフトバンクっていうですね、投資家の名前がソフトバンクの中にですね、このグループだったりコープ、キャピタルっていう不要な文字があるので、これを取り除いて全てソフトバンクにまとめたいっていうのはですね、やっていきたいと思います。では、エクスプローラーの方に戻りまして、今回はこのユニコーン企業のデータっていうのを使っていきましょう。で、今回ですね、このセレクトインベスターズっていうのがですね、投資家の列になっているんですけども、この中にもソフトバンクグループだったり、もしくはですね、コープみたいなものがありますので、これをまとめて、いきましょう。では、テキストデータを行いたいときはですね、この投資家の列からテキストデータの加工。で、今回はグループだったりコープを取り除きたいということで、取り除くの申し列っていうのを今回、先に使っていきましょう。で、そうすることで、このテキストデータの加工のダイアログっていうものが表示されるんですけども、この元の値のところはですね、今ですね、すべての値がですね、ページごとに表示されているみたいな形になっています。今回注目したいソフトバンクだけを表示したい場合であれば、右上の方にある検索ボックスの方でソフトバンクといった形で指定をしておきましょう。で、そうすることで、このソフトバンクといった文字が含まれる元の値がですね、表示されるようになっています。じゃあ、まず最初ですね、このグループっていう文字がつくものを削除していきましょう。この文字のところにですね、グループと入力をしてみたとしましょう。で、そうすると、元の値がですね、太文字でハイライトされていることが確認できます。じゃあ、これでプレビューをしていきましょう。そうするとですね、このソフトバンクグループといったグループの部分がですね、削除されてソフトバンクになっていることは確認できるかと思います。ちなみになんですけども、この元の値、この大文字のグループのものもあれば、小文字のグループのものもありました。で、今回、小文字でグループと指定しているんですけども、どちらも取り除かれているというのはですね、このオプションとして大文字小文字を無視するというものがあります。で、これがついていればですね、この文字の大文字小文字っていうのは関係なしで、この文字自体が一致していれば取り除くっていうことができるようになっていると。で、今回グループ取り除いたんですけども、それ以外もコープだったりキャピタルっていうものもありますので、一緒にですね、取り除いていきましょう。で、その場合はですね、この文字列ではなくですね、この文字列複数の候補っていうのがあるので、こちらを使っていきましょう。で、そうすることで、これですね、複数の文字をですね、一気に指定することが可能となっています。で、このグループの後にですね、複数して指定したい場合には、カンマ区切りで、例えば、コープドットだったり、もしくはキャピタルといった形でですね、カンマ区切りで文字を指定をしていきましょう。
で、そうすることで、この該当する文字っていうのは全て太文字で配列されていることが確認できます。で、その上でプレビューを押していくとですね、すべてのこのグループだったりコープキャピタルっていうのを、これらの不要の文字を取り除いてソフトバンクにまとめることができました。で、これでですね、きれいにまとめることができたんですが、一点だけですね、補足としてですね、このソフトバンクグループだったり、この下の小文字のソフトバンクグループっていうのはですね、間にスペースが含まれていたり、含まれていなかったりします。で、実はですね、このオプションの中に余計な空白を取り除くっていうのがあります。で、もしこれにチェックがついてない状態で実行してしまうとですね、この文字だけが取り除かれてしまうことになるので、この間にある空白っていうのは残ってしまいます。で、この間にある空白っていうのは残ってしまうと、このソフトバンクスペース、もしくはソフトバンクだけのものが存在するっていうことになっちゃうので、そうするとですね、このスペースのありなしですね、それぞれ別々の値として認識されてしまうことになっちゃうと。なので、この余計な空白を取り除くっていうのをチェックをしてあげるとですね、この余計な空白を取り除いて、すべて、ソフトバンクの後にですね、スペースがあるっていうことは、なくしてくれるので、基本的にはですね、この余計な空白を取り除くチェックをつけた状態がいいかと思います。では、これで実行していくとですね、このソフトバンクグループだったり、コープっていうのを取り除いた上でですね、ソフトバンクをきれいにすることができました。ではですね、このテキストデータの加工、今回ですね、簡単に紹介をさせていただいたんですが、もっと詳しく知りたいという方はですね、このテキストデータの加工のセミナーがありますので、こちらをご覧いただけたらと思います。で、こちらの探し方に関しては、オンライン学ぶの支援、オンラインセミナーというところを押していただいて、この過去のセミナーを見るというところを押していただくと、このテキストデータの加工のセミナーがありますので、ぜひこちらからご覧いただけたらと思っています。では、次にチャートのためのデータラングリについて入っていきましょう。で、まずですね、このチャートのためのラングリングに入っていく前にですね、データの形について紹介をさせていただきます。で、同じデータでもですね、データは様々な形で保存できます。例えば、こういった売上のデータがあった際にですね、このデータ1行が国ごとになっていて、別にですね、1月、2月、3月となっていると。で、こういったデータのことをワイド型のデータと呼んだりします。というのも、データが増えていくとですね、横方向に伸びるデータの形のため、ワイド型と言われたりするんですけども、具体的にはですね、1月、2月、3月の次にですね、新しい月として4月あったり5月などのデータが追加されたときに、列として4月あったり5月が追加されることになるので、どん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 横方向、ワイド型にですね、伸びていくためにワイド型と呼ばれます。で、もう一方ですね、ロング型のデータというものも存在します。ロング型のデータというのはですね、今回の例で言うと、国ごとで、なおかつ月ごとにですね、行が分かれているようなデータとなっています。で、この場合はですね、データが増えていくと行が追加されていくことになるので、縦方向、ロングに伸びるデータの形となっていると。なので、アメリカの4月だったり日本の4月というのがですね、追加されるとなると、行として追加されることになっています。じゃあ、このワイド型とロング型のデータを押さえたところですね、世界の移動傾向データっていうのをですね、今回は使っていきたいと思います。で、このデータ見ていただくとですね、データの列数というのが336列とかなり多いことが確認できると。じゃあ、このデータを使って最終的に何をやりたいのかっていうとですね、移動傾向のデータがですね、今回のデータの場合であれば日ごとにあるために、失礼いたしました。なぜかキーノートが落ちてしまいましたが、この移動傾向のデータがですね、日ごとに列としてあるために列数が多くなってしまっていると。で、今回移動傾向っていうのを可視化をしていきたいんですけど、最終的にはですね、このラインチャートを使って移動傾向を可視化をしていきたいです。ただですね、このデータ、日ごとに列があるようなデータになっているので、X 軸に日付を割り当てようとしても、日ごとに列があるために時系列の推移っていうのを可視化することができません。じゃあ、どうしたらいいのかというとですね、この移動傾向のデータ、それぞれ日ごとにあるワイド型のデータになっていますが、これはですね、ロング型にしてあげたとしましょう。そうすると、この日付を表す列と、それぞれの値を表す列、それぞれ一つ一つの列にしてあげますと。そうしてあげれば、ロング型のデータにすることで、X 軸に日付を、Y 軸の方にですね、値の列を選択できるようになるので、チャートとして可視化がしやすくなると。そのため、こういった日ごとに列があるようなワイド型のデータの場合は、ロング型に変換をしてあげましょう。実際こちらやっていきたいと思います。エクスプローラーの方に戻りまして、今回この Apple の移動傾向データっていうのを使っていきましょう。
で、このデータ、日ごとに列がですね、バイト型のデータになってしまっているんですが、この日ごとの列っていうのはですね、すべて日付の列と値の列、それで一つ一つの列にまとめてあげましょう。で、その場合なんですけども、この1月13日、2022年からですね、どこかの列まで一括で選択をしてあげましょう。これはですね、シフトキーを押しながら複数選択することが可能です。で、これで複数選択をした状態ですね、どこかの列から、ワイド型からロング型へ。で、今回の場合は選択された範囲っていうのを選んでいきましょう。で、これで選択された範囲を選んでいくとですね、これでワイド型からロング型へのダイアログというものが表示されまして、開始についてはこの1月13日の2020からでいいんですけども、末尾についてはこのデータの最後の列である12月31日までを選んであげましょう。で、そうすることで、この1月13日から12月31日までのこの日ごとにある列をすべてロング型にしてくれるようになります。で、キー列っていうのはですね、それぞれの列名っていうものがですね、キー列っていうところに含まれてくるようになっていますので、ここは日付といった形で列名を指定をしてあげましょう。で、値の列に関しては、それぞれの値がこの一つの列にまとまりますので、ここは値としておきます。ではですね、この状態で実行していくとですね、そうすると、もともと日ごとにあった列っていうのはですね、この日付と、そして値の列、それぞれ一つの列にまとめたロング型のデータにすることができました。で、ここからですね、実際に可視化をしていきたいところなんですけども、最初に紹介したようにですね、この日付といった列がですね、このデータタイプがキャラクター型になってしまっているので、こちらを日付型に変えてあげましょう。で、今回の場合は月、日、年の順番になっていますので、このデータタイプを変換の日付タイプの変換。で、今回の場合はマンス、デイ、イヤーってのを選ぶことになります。で、これで押していくとですね、計算作成のダイヤが表示されまして、計算のエディターの方には MDY といった関数が指定されているので、この状態で実行をしていきます。で、そうすることで、この日付型の、日付の列はですね、データタイプをキャラクターからデート型に変えることができました。で、あとはですね、チャートの方で可視化をしていくことが可能です。このタイプのところにラインを選びまして、X 軸の方にこの日付の列を。で、今回はですね、週単位で可視化をしてみたいので、週にしておきましょう。で、Y 軸の方にですね、値の平均値としてあげることで、これですね、週ごとの移動の傾向の、移動傾向のですね、平均値っていうのをですね、可視化することができました。で、もっと細かくですね、日本の都道府県ごとに可視化をすることもできたりするんですけども、今回ちょっと割愛をさせていただきます。で、このようにですね、ワイド型のデータになっているものをですね、ロング型にしてあげることで、チャートとして可視化をしやすくなりますので、こういったデータをお持ちの方はですね、ぜひこのワイドかロング型っていう機能を活用してみてください。では、次に、アナリティクスのためのデータラングリングに入っていきましょう。で、アナリティクスの例としてはですね、クラスタリングだったり、相関分析、予測モデルっていうものがあるんですけども、今回ですね、顧客に注目して、同じような購買傾向がある顧客をグループ分けしたいっていうのをやっていきたいと思います。で、そのためにですね、クラスタリングっていうのを使うことで、顧客の売上だったり、注文回数などの顧客情報から、購買情報から、顧客をいくつかのグループに分けて、顧客セグメンテーションっていうのを行うことができます。で、それをやるためにはですね、このアナリティクスのタイプのところに、K ミンズクラスタリングっていうのを選んでいくことで、顧客の購買傾向をもとにですね、顧客をいくつかのグループに分けていくことができると。ただですね、これらのアナリティクスを使う際に、データの形にルールっていうものがあります。そのルールっていうのはですね、一般的にアナリティクスでは、1行が1観察対象で、そして変数ごとに列があるデータを前提にしていることが多いです。どういうことか。でですね、まず観察対象の例としてはですね、顧客だったり従業員、そして製品だったり都道府県というのがあります。より具体的にはですね、例えば顧客ごとにクラスタリングなどを分析をしたいのであれば、1行は1顧客にしておく必要がありますと。で、なおかつ、列の方にはですね、顧客の属性情報、各変数として、それぞれ列を持っている必要がありますと。なので、売上だったり、数量、注文回数っていうのは、それぞれ別々の列として、列を持っている必要があります。ただですね、こういったデータにいつもなっているわけではないと。データはいつもですね、アナリティクスの適した形になっているわけではなくですね、例えば、1行1注文のようなデータになっていることも多いと思います。で、1行1注文のデータの場合だとですね、複数回注文した顧客っていうのはですね、複数行存在することになりますので、今回、
顧客ごとにですね、クラスタリングをしたいっていうのであれば、複数業存在してしまっているがためにですね、うまくですね、クラスタリングをですね、顧客ごとに行うことができないと。じゃあ、そういった時にはですね、集計っていうのをしてあげることで、1業1注文のデータから、1業1顧客のデータにして、売上だったり注文回数などをですね、求めていくことができるようになります。じゃあ、実際にこちら、1業1注文のデータから、1業1顧客に集計をしておきましょう。で、今回使っていくのがですね、オンラインショップの注文データっていうのをですね、使っていきます。1行が1注文のようなデータとなっていまして、それぞれの顧客を識別列として、識別する列としてはですね、この顧客名っていうものが存在します。で、今回はそれぞれの顧客ごとに売上だったり、数量だったり、ポイントの利用額っていうのを集計をしていきましょう。では、この顧客名の列データ名のところから、集計、括弧サマライズっていうのを選んでいきます。で、これで集計を選んでいくとですね、この集計のダイアログっていうものが表示されまして、このグループのところには顧客名っていうのが選ばれています。で、値のところにですね、今、行の数が選ばれているんですけども、これでプレビューをしていくとですね、もともと1行1注文だったデータがですね、1行1顧客になっています。ただ、値の方にはですね、行の数が選択されてしまっているので、今回みたいに売上の合計値だったり、数量の合計値っていうのを集計をしてあげましょう。この値のところにですね、売上の合計値だったり、もしくはですね、数量の合計値っていうのを選んでいきます。で、それ以外にですね、ポイントの利用額の合計値、もしくはですね、このポイントの利用したかどうかっていうトゥルーフォルスの列があるんですけども、このポイントの利用率っていうのを求めたい、見たいと思います。で、その場合はですね、このポイントの利用、ポイント利用っていう列を割り当てることで、そうするとデフォートではこの true の数っていうのが集計関数として選ばれています。つまりはですね、このポイントを利用した数っていうのが実際これによって求められていることになるんですけども、今回の場合このポイントの利用率っていうのを求めたいので、こういったロジカル型の場合であれば true の割合っていうのが選ばれるようになっています。で、これでポイントの利用だったり、あとはですね、同じような形で返品率だったり、ここも同じく true の割合にしておきましょう。あとは割引をした注文の割引率っていうのをですね、求めていきたいので、こちらも割引を選択して、 true の割合を選んでいきましょう。で、これでですね、今回顧客の購買情報に関しての集計したいものは選択できましたので、プレビューをしていきたいと思います。で、そうすることで、この顧客ごとに売上の合計値、数量だったり、あとはポイントの利用額、そしてポイントの利用率、返品率、割引率というのを求めることができました。あと、すいません。もう一点ですね、注文の回数というのを求めたかったんですけども、忘れていましたので、この注文の回数、求める際にはですね、この注文日っていうのを今回は割り当てていきます。で、同じ日にですね、何回も注文しているケースとかもあったりするので、行の数ではなく、この注文日っていうのを選ぶことになるんですけども、今回の場合、この注文日の1位の値の数っていうのをですね、求めてあげればですね、注文回数っていうのを求めることができるようになっています。で、これでプレビューを押していきましょう。で、これですね、集計として求めたいものをすべて選択できたんですけども、こういった注文日がですね、注文回数なんですけども、注文日みたいな形のレジュメになってしまっているので、この集計の中でレジュメを変えていくことが可能です。例えば、この注文日の場合はですね、ここの注文日の対応するエディットボタンを押していくことで、別の名前を変えていくことができますが、ここで注文回数に変えてあげたいだとか。で、これでプレビューをしていくとですね、これで注文日といったものが注文回数に変わっていることが確認できます。あとはですね、ポイントの利用率だったり、返品率っていうところもですね、ポイント利用みたいな形になっているので、率をつけてあげましょう。これでポイント利用率といった形にですね、変更して、これで OK をしていきます。で、同様に返品と割引の方も変えていきたいと思います。で、これで列名が変更できたらですね、もう一度プレビューをしてですね、しっかりと列名を正すことができましたので、この状態で実行してあげましょう。そうすることで、もともとは1行1注文のようなデータだったんですけども、1行1顧客にした上で、それぞれの顧客の購買情報に関してですね、集計することができました。で、あとはですね、これで1行1顧客といったデータにできたのであれば、アナリティクスの方で K-means クラスタリングっていうのを使っていくことが可能です。アナリティクスの方に移りまして、で、タイプの方に K-means クラスタリングっていうのを選んでいきましょう。で、変数のところにですね、先ほど集計した数値列っていうのをすべて選んであげて、で、これで OK ボタンを押していきます。
で、あとはですね、実行していくことで、経営ニーズクラスタリングっていうのをですね、顧客ごとにですね、行っていくことができるようになりました。で、今回はですね、詳しくこの県民図について紹介はしませんが、例えばこういった、注文回数だったり、数量、そして売上ポイント利用が大きいグループだったり、もしくは返品率だったり、割引率が大きいグループみたいなのをですね、クラスリングによって顧客をグループ分けするみたいなことがですね、簡単にできるようになります。そのため、もともとは一度一注文のようなデータの場合もですね、それぞれの分析したい、対象の分析したいですね、単位に合わせて集計をしていくことでですね、アナリティクスに適したデータの形にしていくことができますと。で、今回データを集計してアナリティクスに適した形にしていきましたが、またですね、別のデータの形を変えてですね、アナリティクスに適したデータの形にすることもあります。で、例としてはですね、従業員のアンケートの回答データというのがあったとしましょう。で、それぞれの全ての設問下のですね、相関の強さを確認したいと。で、そういった時に使えるのがアナリティクスの相関なんですけども、これを使うことで全ての設問の組み合わせの相関係数というのをですね、いっぺんに計算することが可能です。ただですね、この相関を使うためには、変数の列にですね、設問ごとの列っていうのを指定してあげる必要があります。ただですね、このデータ、設問と回答の列がそれぞれ一つの列にまとまっているロング型のデータとなっています。で、この状態だと、この相関の変数に対してですね、この設問の列が一つの列にまとまってしまっているので、相関を使って設問ごとに分析するっていうことがそもそもできません。じゃあ、どうしたらいいのかっていうとですね、設問ごとに列を持ったデータにするためには、このロング型のデータからワイド型のデータにですね、変換していく必要があります。じゃあこれどのようにするのかというとですね、今回ちょっとデモでは紹介はしないんですけども、スライドを使って紹介させてください。この設問と回答といった列をですね、複数選択をした状態で、データメニューの方からロングからワイド型を選択します。で、その上ですね、ロング型かワイド型のお便りが表示されるので、そのまま実行してあげるとですね、それぞれの設問ごとにですね、列を持ったワイド型のデータにすることができます。あとはですね、相関の方で、それぞれの列っていうのを選択をしてあげれば、設問間の相関係数っていうのを求めることができますので、こういった形でですね、ロングからワイドにして、設問ごとに列を持ってあげ、持たせたようなデータにするっていうこともですね、アナリティクスを使っていく際にですね、必要になるケースもありますので、こういったケースが遭遇した場合にはですね、ぜひこちらの機能を活用してみてください。で、ワイド型とロング型のデータの詳細については、ワイド型とロング型のデータの活用のセミナーの方で紹介していますので、こちらの方で詳しく見ていくことが可能です。ではですね、次に計算のためのデータランクリングの方に入っていきましょう。例えばなんですけども、売上データっていうのをもとにですね、顧客のセグメンテーションっていうのを行いたいとします。で、そういった時にですね、よく使われる手法として RFM 分析っていうものがあります。RF っていうのは、R の場合はどれぐらい最近購入したのか。F っていうのは、F はフリクエンシーを表していて、どれぐらいの頻度で購入しているのか。M はマネタリーを表していて、どれぐらいの金額を購入に費やしているのかっていうのはですね、3つの指標を出してあげて、それによって顧客を多角的にですね、分析をしていくっていうことができたりします。で、この RF 分析やるためにはですね、もともとの1行1注文のデータから1行1顧客のデータにですね、集計をしてあげる必要があります。で、これで1行1顧客のデータに集計ができたのであれば、集計されたデータをもとにですね、計算をしていって、顧客ごとにこの R と F と M のスコアを算出していくことになります。で、このですね、RFM 分析の手順としてはですね、まずはこの集計で購買回数だったり、購買金額などを集計すると。で、その次にですね、計算を作成っていうのを使ってですね、リーセンシーだったり、フリークエンシー、マネタリーっていうのを求めていくことになります。で、実はですね、ここで見てわかる通りですね、RFM 分析のために使用する機能っていうのは、この集計と計算を作成、この2つの機能を使うだけでですね、簡単にRFM 分析っていうのを行うことができちゃいます。で、例えば集計の話で言うと、先ほどアナリティクスの方でも紹介しましたが、顧客ごとに売上回数だったり、注文回数を集計した場合には、このレセットメニューから集計を選んでいくと。で、値の方にですね、購買回数だったり、購買金額などを集計してあげます。で、そうしてあげればですね、顧客ごとの購買回数だったり、購買金額のデータになってくれますので、またですね、RFM を計算するためにですね、計算を作成といった機能を使っていきます。
で、この計算作成っていうのはですね、Excel のセルの方でも計算式を入力していくことがあるかと思うんですけども、それと同じような形でですね、生成の列の値っていうのをもとに計算していくことができます。で、今回ですね、すべて紹介するわけではないんですけども、このマネタリーを計算したい場合にはですね、売上を購買期間で割ってあげればマネタリーが求められるといった形でですね、計算を作成を使っていくつかの仕様っていうのを計算をしていくことになりますと。で、この集計と計算作成、この2つの機能を使うことで、顧客ごとにですね、RFM っていうのを算出できると。つまりはですね、このデータを計算することで、RFM のスコアを算出するようにですね、自分たちが知りたい情報っていうのをですね、求めていくことができるようになると。なので、このデータラングリングによって、新たな、自分たちが知りたいような、計算結果と指標っていうのを求めて、それをもとにですね、分析に使っていくことが可能です。で、今回、この RFM 分析については詳しくデモはしないんですけども、詳細はですね、ノートがありますので、こちらをご覧いただけたらと思います。で、こちらの探し方に関しては、このエクスプローラーというのホームページの方から探すの、インサイトを探すっていうところに行っていただいて、検索ボックスの方に RFM と入力していただくと、この RFM 分析を行う方法だったり、もしくはですね、過去の勉強会でご発表いただいた RFM に関する事例もありますので、ぜひこちらなどを参照していただいて、活用してみていただけたらと思います。じゃあ最後、このデータランクリングの処理順序についてお話をしていきます。で、データランクリングのタイプ、2つ紹介しました。1つ目がデータをきれいにするという前処理のもの。で、2つ目が先ほどまで紹介していたチャートダータやアナリティクス、そして計算のためのですね、データの整形というものがありました。で、これらのタイプ、どういった順番でやっていけばいいのかというとですね、データランクリングの処理順序は、データの前処理っていうのを先に行って、その後にチャートダータやアナリティクス、計算のための処理を行った方がいいです。というのも、このチャートだってアナリティクス計算のために必要なデータではですね、このデータの前処理っていうのは共通しています。そのため、それぞれのチャートだってアナリティクスで、前処理っていうのをですね、別々に行う必要はなく、事前にですね、このデータの前処理を行っていれば、その後からですね、それぞれのチャートだってアナリティクスのために必要なデータの処理っていうのをですね、行っていくことができると。で、通常であればですね、この目的に合わせてデータラングリングの処理を行うためには、それぞれでデータフレームっていうのをですね、作らなければいけなかったりします。例えばですね、このリピートの購入比率を求めたかったりだとか、もしくはですね、それぞれの顧客に対して RFM を求めたいみたいな場合はですね、それぞれこの注文明細といったですね、このデータですね、別々に用意しておかないといけないと。ただですね、エクスプローラーという場合は、ブランチっていう機能があります。で、このブランチっていう機能を使うことで、もともと使っていたこのメインのデータフレームから派生させたデータフレームっていうのを作ることができますので、それによって異なるデータの加工というのをですね、行っていくことが可能となっています。で、ブランチについてもう少し詳しく紹介していくと、ブランチはですね、複数作成が可能です。で、なおかつ、どのステップからでも作ることができます。例えば、データソースの時点からブランチを作成したりだとか、もしくはデータタイプを変換して前処理をした後からですね、ブランチを作るみたいなことができます。で、ブランチの作り方に関してはですね、このステップの方で自分がブランチを作りたいステップのところか、ブランチの作成っていうのを押していただくと、そこからですね、派生させたデータフレームっていうのを作ることができます。で、このブランチなんですけども、このブランチごとにですね、前処理をしてしまったとしましょう。例えば、このブランチ1とブランチ2、どちらもですね、例えば国の情報みたいな形で顧客の属性情報が必要で、それぞれのブランチで結合をしていたとしましょう。で、そうすると、同じ処理っていうのをですね、複数のブランチで行うことになるので、手間がかかってしまいます。で、このメインのデータフレームの方で共通する前処理っていうのを行ってあげたとしましょう。なので、先ほどのデータタイプを変換の後にですね、この顧客属性の結合みたいなのを行っておけば、それぞれのブランチの方でですね、前処理を行う手間が省くことができます。で、なおかつ、こっちのメインのデータフレームの方で前処理を何か加えてあげたらですね、そっちのブランチの方にですね、その前処理っていうのが反映されることになりますので、データをですね、加工していく際にはですね、前処理を先にしてあげた方が、そこからのこのブランチだったり、もしくはですね、計算をしていくときにですね、かなり柔軟にやっていくことができるようになると。そのため、このデータの前処理っていうのはですね、先に行って、その後のチャートのアナリティク、
チャートだったりアナリティクス、計算のための処理っていうのはですね、効率的に行っていくことができるようになります。なので皆さん、このデータの前処理っていうのはですね、先に行ってみてください。というところはですね、このデータラングリングのゴールデンルール、紹介してきましたが、こちらまとめていきたいと思います。で、まずデータの処理に関してはですね、4つあると言いました。データの前処理、チャート、アナリティクス、計算というものがありました。で、データの前処理というものでは、よくある問題としてはデータタイプが適切でなかったり、他のデータフレームに必要な情報があったり、もしくはですね、文字データの表記揺れがあるというものがありました。で、これについてはですね、データタイプの変換だったり、結合、そしてテキストデータの加工などを使うことで、これらの問題を解決することができると紹介しました。で、次に、このチャートのためのデータの作成っていう観点で言うと、ロング型のデータ、もしワイド型のデータなのであれば、ロング型のデータにすることで、チャートの列に対してですね、列として選択できるようになるので、可視化がしやすくなるっていう結果がですね、非常に多いかと思います。で、そのためにですね、データをワイド型からロング型の方に変換をしていきましょう。で、次にですね、アナリティクスに関してなんですけども、アナリティクスの方では1行1観察対象で変数ごとに列があるデータを前提としていることが多いですと。そのため、顧客ごとに分析したいのであれば、1行は1顧客にしておく必要がありますし、列ではですね、顧客の属性情報っていうのを持っている必要があります。で、もしですね、1行が1注文のようなデータの場合は、1行1顧客になるように集計をしてあげましょう。もしですね、集計をしない場合で、それぞれロング型のデータになっていて、それをワイドにしなければ、相関を見ることができないみたいな場合であれば、ロング型からワイド型に変換するっていう処理が必要になってきます。で、最後、計算の方って言ってですね、データを計算することで RFM のスコアを算出したようにですね、自分たちが知りたい情報っていうのをですね、求めていくことができますので、この集計だったり計算を作成など、いろいろな、計算の処理をですね、掛け合わせていくことで、自分たちが知りたい情報っていうのを知ることができるようになってきます。で、最後、データラングの処理順序っていうところで言うと、データの処理順序っていうのはデータの前処理を先に行ってあげましょう。で、その後にですね、質問に答えるためのチャートだったり、アナリティクス、計算のための処理っていうのを行っていきましょう。で、メインのデータフレームで共通する前処理っていうのを行っていけば、ブランチの方ですね、前処理を行う手間を省くことができるっていうのがあったりしました。というので、今回紹介したい内容は以上となりますので、ここからはですね、いくつか告知の方をさせていただきます。で、一つ目がですね、データサイエンス勉強会ということで、こちら、来月の8月5日にですね、開催することが決まっております。で、今回もですね、エクスプローラーというユーザーの方3名の方にですね、エクスプローラーというを使った活用事例についてご発表いただく予定です。で、アジェンダとしてはこのようになっておりまして、前回から引き続きパネルディスカッションだったり、あとはですね、ネットワーキングの時間も設けておりますので、もし興味がある方はですね、ぜひリアルタイムでご参加いただけたらと思います。で、今回はですね、ご発表いただく SPI インタラクティブ株式会社の皆様について簡単にご紹介させていただきます。で、タイトルとしては、広告データ分類のための K-Means クラスタリングというものになっているんですが、今回、クラスタリングについて紹介させていただきましたが、それがですね、実践した例となっています。で、具体的な内容としてはですね、Google のディスプレイ広告を出稿した際にですね、それぞれの広告が掲載された場所、っていうのをですね、確認することができると。で、その広告が掲載された場所ごとによってですね、どういった特徴があるのか、パフォーマンスがいいグループ、もしくはパフォーマンスが悪い広告っていうのがあるのかっていうのをですね、K-Means クラスタリングをして分類をした事例についてご発表いただく予定です。で、こちら、興味がある方はですね、この学ぶの支援、データサイエンス勉強会っていうところからお申し込みいただけるようになっております。で、次に、データサイエンスブートキャンプなんですが、こちら9月14、15、16の3日間で開催することが決まっております。で、こちら、早割ってものが今月の7月31日までとなっておりますので、興味がある方は早めにご検討ください。で、このブートキャンプの特徴としては、プログラミングなしでビジネスに使えるデータサイエンスの手法っていうのを短期間で一気に学んでいただくようなトレーニングとなっております。で、実際のスケジュールとしてはですね、1日目に関してはデータの基礎だったり統計の基礎について学んでいただきます。で、2日目以降になってくるとアナリティクスの要素が含まれてくるんですけども、統計だったり機械学習を使ったですね、予測モデルの構築。で、その上ですね、その予測モデルがどういったことがわかるのかっていうところはですね、
学んでいただきます。で、3日目も気づき、アナリティクスについて学んでいただくんですが、生存分析だったり、クラスリングなどをですね、学んでいただくこととなっています。で、それぞれの講義の合間にですね、エクササイズを設けておりますので、学んでいただいたことはですね、手を動かしながら習得していただけるようになっています。で、こちらの探し方に関しては、学ぶの下にあるデータサイエンスブートキャンプというところからご確認いただけるようになっています。で、次にですね、データラングリングトレーニングというものをですね、来月の8月9日と10日で開催させていただきます。で、こちら、締め切りがですね、7月26日の来週となっていますので、興味がある方はですね、お早めにご検討ください。で、今回のですね、ラングリングについて、紹介させていただきましたが、こういったですね、ラングリングの手法を覚えておくことで、実際にですね、どんなデータでもですね、データをきれいに整えて、で、自分が望む形にですね、データを加工、整形をしていって、データを有効活用できるようになってきます。で、このデータラングリングの手法、結構ですね、今回紹介しきれたものもたくさんあったんですけど、それをですね、体系的に学んでいただくことで、実際に使えるデータラングのスキルっていうのをですね、学んでいただくトレンドとなっております。で、こちらもですね、1日目に関してはデータの基礎だったり、データの形について紹介をさせていただいたり、もしくはですね、2日目になってくるとテキストデータの加工だったり、もしくはですね、より深く入っていた正規表現などについて学んでいただくこととなっております。で、講義の主要部にですね、エクササイズっていうのを設けておりますので、実際に学んでいただいたことをですね、手を動かしながらデータラインの手法をですね、習得していただくようになっております。で、こちらもですね、先ほどのブートキャンプと同じく学ぶの支援、ここにデータラングトレーニングがありますので、こちらから詳細をご確認いただけるようになっております。というところで、最後ですね、私たちの方でツイッターをやっておりまして、Explorer という JP といったアカウントの方で、Explorer という最新情報だったり、お役立ちいただきそうなコンテンツを発信しておりますので、興味がある方はぜひこちらフォローしていただければと思います。というところで、今日紹介したい内容は以上となりますので、ここからは Q&A コーナーとさせていただきます。何かご質問等ある方はですね、Zoom のチャットの方、またはミュートボタンを解除していただいてご質問いただけたらと思います。何かご質問等ある方いらっしゃいますでしょうか？もしありましたら、Zoom のチャットの方をぜひ活用してみてください。では、今回は質問の方はなさそうでしょうか。もしなければですね、今回はこちらのオンラインセミナーは以上とさせていただきます。で、来週もですね、エクスプローラーでアワーなどのセミナーを開催していきますので、こちらの方にもぜひご参加いただければと思います。では、今日は皆さん、お忙しいところご参加いただきありがとうございました。また来週もセミナーの方でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。では、こちらのセミナーの方は終了させていただきます。レコーディング